北海道浦河町。人口1万4千の小さな町に生まれて90年以上になる小さな映画館があります。こういう辺境のとこからこう観客が育っていけば絶対こういいはずなんですよね。大正7年に建てられた木造の大黒座。マスなのよ、一人で座るのよ。で座布団を振るお姉さんが2人いるわけ。当時は映画が最盛期の頃で、三代目館主の妻由紀子さんは寝る間もない忙しさでした。もう夜ね、9時の映画終わったらここ人の山だったもんね。ナイトショーに入る人で、いや本当にあの映画館があること自体奇跡ですからね。ありえないですよね。その経済とはちょっと離れたところで映画館やってるっていう、誰もお客さんいない時あるんですよね。貸し切りの時があるんですよね。なんかすごい贅沢な気分になる。直接自分が大黒座の前を通って上映日なのに真っ暗だったりすると、亡くなったらどうしようこのままみたいな。